さて今日はですね、懐かしのといっても本当に僕が子どもの時にあったような駄菓子屋さんを訪ねてみようということで、はい、やってまいりました。ここは新宿区の西落合という方ですけども、はい、今も駄菓子あるのかな、どうなのかなっていうのでやってきたんですが、はい、じゃあちょっと早速行ってみますか。はい、行ってみましょう。はい、本当だ、分かりやすい。駄菓子屋キャンディーキャンディー、キャンディーキャンディーって昔アニメにあったんですよ。あ、そうなんですか。キャンディーキャンディー知らないの。キャンディー、そばかすなんてって気にしないわっていう歌で始まる。キャンディーキャンディー知らない、知らない、すみません、がっくり。じゃあちょっと中に、あれ、ごめんなさい、こんにちは、こんにちは、失礼します。あ、本当だ、こんにちは、すいません、お邪魔します。懐かしの駄菓子がたくさんある。ちょっといっぱいあるな、これはすごい楽しみ。なんかこっちも本当懐かしいのがたくさんある。ラムネさん、あ、ヨーグルトがある。こんなあったな、本当。見て、何、え、何これ、これ、ね、うん、ラムネ、これラムネ、ラムネだね、すごい。ラムネ好きなの。あ、ちょっとじゃあお話を朝に聞こうかな。あ、こんにちは、ちょっといいですか、すいません、はい、こんにちは、よろしくお願いします。あ、お嫁さんです。ほのちゃん大丈夫ですか、映っちゃって。大丈夫です大丈夫ですか、映っちゃって。あ、田坂です、はじめまして、ありがとうございます。あ、お名前伺ってもいい、横尾です。横尾さん、ありがとうございます。お店はキャンディーキャンディーって言って、お嫁さんが名前を命名してくれました。あ、そうなんですか。はい、そうなの。なん、キャンディーキャンディーって昔アニメがありました。そうですね、関係ないですよね。なんとなく可愛い名前だ。可愛いですよ、でもキャンディーキャンディー可愛い。なんか、うん？何？これ何？くれんの？ピンク。ピンク、ピンクが好きなの？ほなちゃんピンク好きなの？ピンク好き。ああ、いいね、可愛いね。横尾さん、ここでお店どのぐらいやってるんですか？主人がちょうど11年ぐらい前に亡くなって、はい、それから青がついちゃった。今2社会住宅だったんですけど、青がついちゃった。で、まあ、母一人、その前に、その前年に父が亡くなって、はい、母一人で住んでるから、うん、じゃあここ建て替えて、まあ、一緒に住んで一部を駄菓子屋にしたいとか、児童館に勤めてる時に、居場所がいない子供がいっぱいいて、それでそこの公園にたまろいしてる子がいて、はい、でも野放しの状態だったから、今怒る人っていないんですよね、その子怒れない。そうですよね。その怒れる自分になりたいなと思うのと、昔の駄菓子屋で本当に人と関わって、さっきもちょうどいらっしゃる時に子供がそこで転んじゃったんですよ、はい、でおでことかお腹とか全部すりむいてギャーギャー泣いてるので、それで、まあ、助け起こしてバンドエイドと消毒してあげて、やっぱりそういう、なんていうのかな、昔ながらのおせっかいっていうか、はいはい、そういう自分でありたいと思ったので、なるほど、そういう駄菓子屋っていう形で、うんうんうん、地域のそういう場をね、作ろうと子供たちのためにって、はい、じゃあもうそれで 10年くらいですか。そうです、ちょうど10年になりますね。すごい。そうか、でもなんか本当に僕はもう今年もう50になりましたけど、本当に子供の頃駄菓子屋さんいっぱいあって、私よく行きましたし、よく行きました。でも駄菓子屋では生活はできないぐらいんだけど、みんな昔昔はもう80、90のおばあちゃんがやってるっていう時代で、でもそういうお店も必要だなと思うし、子供たちのために何か居場所作りっていうのが最初のスタートだったんですよ。そうか、そういう感じでされてるんですか。でも今コロナで結構大変そうなんで、子供がまあすぐ団子になっちゃうんです、だから今ちょっと休もうかなっていう感じ。もともとなんかもう駆け足でここの生活してきたもんですから、そんなんでちょっと一休みも、はいはい、コロナもプラス自分の休み、そうですよね、休みもね取ってって。ああ、なるほど。電話いただいた時に、ちゃんと自分にとって開けなくちゃっていう思いの一つのきっかけになったから、じゃあ今回、ま、僕たちのこの YouTube の企画で、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうしなかったら、まあちょっとまん延防止が終わるまでかなとかいろいろ考えて、今コロナ株が変わってきてるから、増えてるから、
まあ、そんな中で自分の中ですごい躊躇してる部分もいろいろあったけれども、いい今開けたらすごい子供が嬉しい嬉しいして入ってきたんですね。だからそういうんでその開けた意味があったなと思って。あ、いいですね。だから本当に居やすい場所にしていきたいなと思って。あ、でもそしたら横さんがその子供の居場所の作りたいって思って作ったのが、ね、ちょっとコロナでお休みしたけど開けたらやっぱ来たっていうのは、子供たちにとってそういう場になってるっていう ね、ちょっと明かして。ここ外の中で食べて、話して。そう、なんかあの帰ってその駄菓子屋のおばちゃんといろいろ話したりとかしてた思い出も結構ありますね。記憶がありますね。本当に一人ぼっちの子とかいますから、そういう時は話し合ったりとか、まあ、子供だけで固まってる時もありますけど、まあ、いろんな意味でね、関わっていきたいなと思って、そうなんだ。ちょうど開けた時の子が今年成人式を迎えて、で成人式の日に、うちに7人ぐらい来てくれたんですよ。で外で借金資金取ってここにあるなんだっけ、これに出したんですよ。インスタをね、インスタ始めてるから、ね、それは私の娘がやってくれてるんですけど、その撮った写真はインスタに載せました。それでそしてついこの間また来てくれて、その時は閉まってたんですけど、でも、ね、また入れてほしいって、まあ、なんか、ここからじゃなくてそっちから入ってここで買って、いいですね、ここのとこで寝転がって何か食べたりとか、本当にそういう子たちも選挙権を得るようになって、本当にその関わっていくことの大切さっていうかな、やってよかったですね。そうですね。ね、そういう意味ではね、よかったなと思いますね。ね、いろいろな、そういう関わりで、そういう場になって、本当に目指したものが出来上がってる感じで。そうですね。だから、その、自分がどこまで頑張れるかって、後継はついてるから。後継者。すごいですね。でも、どうですか、駄菓子屋って。でも若いからあれですもんね、駄菓子屋さんとかもうないじゃないですか。そうですね。私もちっちゃい頃は、もう駄菓子屋さんでお世話になったので、それを母がやってるっていうのはすごいなって。ああねえ、だから、で今ってこの、ある駄菓子、いわゆる駄菓子って、そう、まあ、僕が子供の頃からあったのも結構あるから、やっぱりそんなに変わったりしなくて、今でも残ってるんですね。そうですね、ありますね。面白いな、ね、そうか、じゃあこれから、まあ、ちょっとコロナ、まあ、今回再、ね、ちょうどまたお店を再開できて、あれですか、これからはどんな感じでやっていきたいっていうのは、もう今度ゆるくやっていきます。ゆるくいいじゃないですか。それで長続きできるようにゆるくやっていきます。開けたり閉めたりするかもしれないけれども、でもやってその方が長続きするから。そうですよね。横さんは子供たちから何て呼ばれてるんですか。横尾さんって言われたりとか、それは一番最初の子が児童館で行ったまんまで横尾さんって言われたりとか、今だって年代によって違うし、何も言わない子もいるし。そうなの、まあ、ね、話しかけてこない子もいる。話しかけないですか。でもこっちから話しかけるから、そういう時はただ名前呼ばれなかったりとか、おばちゃんとか言う感じじゃないですか。そうですね、おばちゃん、ちょっとおばちゃんじゃないよって一回言ってごらんすけど、姉さんって言ったりいいですね、喜んで返事して。いいですね。なんかそういうのでちょっとこう大人と接する機会っていうか、自分の親とかじゃない大人となんかちょっとね、仲良くなったか話すっていうのって結構大事な経験ですけどね。そうなってよかったなって、あと子供、それこそ子供連れた児童館がそこにあるから、子供園もあるから、子供連れたお父さんが来て、子供が選んでる間一緒に話したりとか、いろんなことが話せてよかったなと思います、ね。いいですね、いいですね、楽しい。いや、じゃあちょっとね、僕も久しぶりに、もう何十年ぶりだ、40年ぶりぐらいじゃない、駄菓子屋さんとか、ね、いや、もう子供の頃以来。なんかいくつか中学生ぐらいはあんまり来ない、まあ、来ますけど、小学生の時ほどあんまり来ないから、やっぱり違うとこちっちゃうんでしょうね。そうですね。あとやっぱり高校生ぐらいの時でもやっぱりなんか本当いくつかまあありましたけども、本当に少なくなって、たまにあるとまあみんなでやっていって、本当に買ってましたね。だからおつも21歳、今年来た子も、その小学校の時の塊が、なかなか難しいと思うんです。そういう中学、高校になると、高校生ぐらいって大人までずっと一緒になるけども、ね、小学校時代の友情っていうのは、なんか途切れちゃうと思うんです。そうですね。
それでも来てくれるってことはいいことだ、来てくれるっていうかその子たちが固まってるってことはすごくこう友情関係がちゃんとしてんだなと思いますね。なるほどね、そういうところも見えたりして結構いろんなね、面白いな、パーティーしてあげるって言ったんです、成人式のパーティー、その子たちが高校生になる前、中学3年の時にここでお好み焼きとかしてあげて、で今度またして、今度は21歳になったからしてあげると思ってますね。ああ、いいですね、ありがとうございます。じゃあちょっと見せてもらいます、ありがとうございます。